あよし、みなさんこんばんは。テンション高い。みなさんこんばんは。です。皆さんどうですか？今こうステイホームでずっと家にいる時間が長くて、こう何週間こう経ってみると、こういう時間も自分にすごく必要だったのかなと思って、こう出産してからすごく忙しくブランドを立ち上げて、忙しくバーッと毎日過ごしてた中で、こういう今の時間が子供ともすごく向き合っているし、当たり前だった自分の気持ちが感謝す、もう、あ、こういう人たちにもっと感謝しなきゃとか、大変な時間だけど全てには意味があるんだろうなと思って、もっとみんなに感謝の気持ちとかたくさん伝えていきたいなと思いました。今日はちょっとテンションを上げて頑張ります。なんかずっとやってみた方テーマだったんですけど、ずっと愛用している、ハマってるもの、どうかな。あ、わかったわかった。ずっと前から毎日使ってるものを紹介します。どう？毎日これがないと嫌だなって思うものって自分にあるじゃないですか。それをなんか考えた時にパッと浮かんだものだけを最初ちょっと紹介したいなと思ったので、楽しい企画だったらいいなと思います。大きいやつから大きいものからやってみましょう。皆さん知ってるかな、ワタピックっていう歯をきれいにするものなんですよ。父親がすごくこう健康を大事にしてて、こういう健康の、あの、ものの、そういうお仕事会社をやっているので、健康を一番っていうふうに考えてる人なので、なんかすごく見せたい写真があってね、じゃじゃん、これね、パパなんですよ。まあ日本では私これインスタグラムに載せてたので、お父さんってわかるんだけど、韓国の人は多分日本語わからないから、これが今の旦那さんって言って書いてる人がいるぐらい、本当にお父さんって体をずっと頑張って鍛えてるので、風邪も引いたことないぐらい元気で、これをね、お父さんは私が多分小学生くらい、昔からいつも家にあって、これが歯磨いたのとかじゃなくて、ワタピックしたのってすごくパパは言ってたんですよ。歯の中でも歯茎とかはすごい弱くなるからちゃんとしなさいっていうのをずっと前から言ってて、歯をちゃんと磨いた後でこれをやっても細かい汚れが出たりするんですよ。すごくこれはお父さんからのもううるさいぐらい言われてきた、なんか文化、家族のそういうもので、ここをねこうやって押すと開くんですよ。でこれを付け替えるだけで家族みんなで使える。ここに水をね入れて、ここに水を入れて、でこれをカチャンってするだけで終わりなんだけど、これがね強さなんですよ。2,4,6,8,10 っていうのがあるんだけど、これを最初から強くしたら、これがお水がめっちゃ強くバーって出るから、舌を向けてまず口に入れるんですよ。でその後に一番弱いところ、口は絶対閉じてね、開けたらもうすごいことになるから、どうかな。めっちゃ痛かったよとかコメント書かれたらどうしよう。次はクレードポーボっていうの、ハンドクリームです。じゃーん。去年私ロンドンに行った時に、あの、出会ったクリーム、知ったクリームで、もうベタベタするのがすごい好きじゃなくて、すごく乾燥の肌なのに、ハンドクリームを豆に塗る人じゃなかったんですよ。でこれをつけた時に本当に全然ベタつかないの、さーっと保湿される感じがして、香りもあんまりきつくない、すごく気持ちいい感じの香りが、あ、これ本当にいいですねって、これ知らなかったですって言って、今はもうめっちゃ綺麗になったの。
日焼け止めが入ってて、毎日運転してて紫外線すごく気になってたのに、いつも我慢してこうやって運転してたのを、今はもう絶対乗った瞬間こうエンジンかけるじゃないですか、ブルンブルンシューってかけた瞬間、これはもうすぐつけるの。クレドポーボテのハンドクリームでした。次はじゃーん、ダイソンのヘアドライヤー。じゃじゃん。子供がいない時はもう毎日しっかり乾かして、オイルもすっごい塗って、トリートメントも毎日ちゃんとやって、素晴らしいモデルだったんだけど子供が生まれて忙しすぎて髪の毛を乾かす暇がなかった。今多分子供が生まれてまだ1歳未満の人たちは、ヨガテレビ見ながら、わかるよヨガちゃんっていう人は本当に絶対いると思う。中村さんがやっぱり私の髪の毛ずっと長く見てくれてて、やっぱりヨンちゃんすごい髪の毛の髪質が変わったねって、もうくちゃくちゃで洗ってすぐ結んで、もう髪の毛にもすごい良くないしっていう話で、私これをいただいたんですよ。ドライヤーの良さを初めてすごく知って、こんなに多い髪の毛でもすぐ乾かしてくれるぐらい本当に強くて、まずこの地肌のトップを乾かすのに一番いいんですよ。いくら下から乾かしたって、上が濡れてるとやっぱり風も引きやすいし、髪の毛の髪質も良くないし、地肌を乾かさないといけないと思うんだけど、もう乾かすじゃない、そしたら本当にあっという間にもう終わるの。あ、中村さんありがとね、あ、終わったよって使ってます。ありがとう中村さん。子供を8時半、9時ぐらいにもし寝かせたとしたら、そこからちょっと仕事のことやらなきゃいけなかったりするときにやっぱ起きなきゃいけなくて、そういうときに最近お腹すくようになっちゃって、そのときに出会ったこのサプリは、このスレンダー、このサプリは1日2錠から6錠まで飲んでいいんですけど、これねすごい小さい、このぐらいの、今もお腹空いたからこれを舐めるとお腹が空かなくなるの。なんでダイエットしなきゃいけない時は持ち歩いてたりもしてたので、痩せたいっていう人にはすごくいいと思う。これちょっと食欲がすごい時とかはぜひ皆さんチェックしてみてください。あとは、ナイトブラ、ナイトブラ、ルームブラというのかな、じゃじゃん。ブルーとかも持ってるし、ネイビーとかもあるんだけど、なぜか今洗濯してて授乳したらやっぱりすごく胸の、あのバランスが崩れちゃう。でもあんまり気にしてなかったんですね。やっぱりもう可愛いのがもう可愛すぎちゃって、自分のおっぱいもうなくていい、ちょっとでもちょっとでも飲んでほしいって思って、もうすっごく自分の胸をもうキューって痛くするぐらい絞ったりもしてたんですけど、元の自分だったとした時はこのぐらいだった。私の胸がいつの間にか、くんない、こういう風になってたんですよ。それを相談したら友達から、やっぱり家にいる時とか寝る時もちゃんとつけた方がいいよって言われていただいたんですよ。最初ナイトブラ結構いっぱい出てて、あ、私だけ知らなかったんだと思って、去年からつけて、本当にまたお休みだったのがってくらいになってきたんですよ。そう、運動もあるし、こうクリームとかマッサージの効果もあるとは思うんだけど、こういうあの家にいる時でも綺麗に形を作っていくのをしていたら、まあ、なんかちゃんと戻ってきた気がして、仕事の時はベージュしか使っちゃいけないから透けないように、家だけではもうせめてちょっとこういう色で自分の気持ちを上げるようにしてます。しっかりケアするようになったらやっぱり体も応えてきてくれたので、皆さん頑張りましょう、ママたち。あと最後です。今日は結構夜だから結構語っちゃったな。次はどこ行く時でも絶対持っていくアロマオイル。皆さんアロマオイル好き？私は大好きなの。ピオセンシエルっていう
オイルなんですけど、いっぱいいろんなオイルを使った中で、これはもうリピートずっとしてて、私がすごく使ってるのはこのクリアっていうタイプと、このレックスっていう2つ、レックスっていう、まずこのクリアは妊娠中から始まったチュッチュ、チュッチュじゃないの、頭痛い、頭痛がひどくなってきて、その後もずっと雨の日とか、なんか頭が痛くなるようになっちゃったんですよ。でそこで出会ったこれが本当に私すごい良くて、薬を飲まなくてもこれで治るんですよ。もう香りからでも本当にリラックスするんだけど、もう今の時間これ塗ったらもう寝るやんけやったし、こうやって置いとくだけで痛みが消えるんですよ。で本当は頭痛い時はここだけじゃなくて、ここあるでしょ、こうやって塗ってベッドに入ったらすぐ治る。でこのレックスタイプは足なんですけど、いっぱい歩いた時あるでしょ、旅行したりとかすると、そういう時にこう足のところにちょっとこうつけて寝るだけで、次の日の朝やっぱすごい楽なんですよ。旅行に行く時とか飛行機乗る時とかは必ずこれを持って行きます。しかも瓶も可愛いでしょ、いろんな種類があるんだよ。その中で自分の中で私はこれとこれが自分にすごく良いタイプだったので使ってます。わあ、今日いっぱい1時間も喋った、すごくない？皆さんの中でもどういうものを手入れにして使ってるんですか？私は毎日こういうものたちに助けてもらって生きてますなので本当にこうどんどん自分の中でなくちゃいけないものがどんどん増えたりもしていくと思うんですけど、そういう時にはまたヨガ TV で紹介しますね。皆さんおやすみなさい。バイバイ。